桜井古墳は、福島県南相馬市原町区城渋沢に所在する古墳時代前期築造の前方後方墳。周辺の古墳群との関係から、桜井古墳群一号墳とも称される。国の史跡に指定されている。桜井古墳は、福島県の通称浜通り地方の北部、南相馬市原町の中心市街の北東に位置し、西の阿武熊高地から、 東の太平洋に流下する新田川南岸の標高10メートルの低大地に立地する。緯度は北緯37度38分29秒。経度は統計140度59分29秒である。なお、桜井古墳を中心に貸詞団球場を東西約900メートルの範囲にわたって古墳群が広がり、大小37基の古墳が確認されている。これは、 一般に、桜井古墳群として一括して故障されている。周囲の土地利用は、北側氾濫源が、水田、古墳群の所在する、断球園、ペン部は林やし、二十歳及び宅地で、南側一帯は、住宅地と農地が混在している。なお、本古墳北東の金沢地区には7世紀から9世紀に、かけての製鉄遺跡として、著名な長泥遺跡。 真野川水系の鹿島区寺内地区には、国の史跡に指定された真野古墳群、同じく横手地区には横手古墳群がある。本古墳の名称は、原町区城、渋佐の通称、桜井と称せられる地域に所在することに由来する。1955年の大塚初手芸を中心とする、明治大学考古学研究室による測量調査が契機となり、当時としては、 日本列島で最も北に所在し、東北地方最大の規模を持つ前方後方墳として注目を浴びた。測量調査の結果、前方部を西に面する前方後方型の墳球を停止、主軸の長さは74.5メートル、高さは6.8メートルの規模を有することが判明した。現在では、東北地方第4位の規模を持つ前方後方墳である。 町型をなす、前方部は幅27メートル、高さ4.5メートル規模の無断築生、一辺45メートルの区形をなす、後方部は三段築生で作られており、修航を伴っている。立教や墓道も確認された。1983年原町教育委員会による範囲調査が行われた。その結果、集合が周囲をめぐっていることがわかり、 幅7から20メートル、深さ60から70センチメートルと確認され、1988年6月集合を含む地域が史跡に指定された。分球長72メートル、後方部幅45メートル、長さ42メートルのほぼ方形で、高さ6.35メートル、前方部は長さ32メートル、前方部前幅23メートル、高さ3メートルある。 広報部の南側の一部は構成、削られてしまっていたことも判明したが、古式の前方広報墳としては極めて精々な形態を残している。吹石や埴輪は伴っていないが、広報部の頂上には埋葬施設として2基の、先竹形木管が並べられて安置されている、痕跡を確認した。ただし、遺跡保護の観点から、当該部の発掘調査は実施されておらず、 詳細は不明である。底部線香の壺や二重公園の壺が出土しており、これらの出土遺物やバーチ型をなす前方部の形状などから古墳時代前期の築造と推定される。年代的には4世紀後半から5世紀初頭が想定される。埋葬された人物は古墳の立地や築造年代からも新田川流域を治めていた浮田国造の書祖、 しか我が別名だったと考えられる。しかし、二箇所の棺の痕跡は何を意味するのかなど今後、究明すべき点も多い。本古墳は、東北地方における古墳文化の様相を示す、考古資料として、学術的な価値が高いとして、測量調査のわずか一年後、1五十六年十一月七日に国の史跡に指定された。なお、年には、 原町市教育委員会の範囲確認調査をもとに、未指定だった前方部の一部と就航部が追加指定されている。今のところ、浜通り地方最大の古墳は、いわき市の玉山一号墳であり、桜井古墳はそれに次ぐ規模を有している。中通り地方最大の対安上古墳の事例と合わせ、検討すると、同じ福島県内でも会津地方では、 前方公園墳が卓越するのに対して、中通り地方及び浜通り地方では、それとは異なる様相を呈している。これは、前方後方墳を盛んに築造した北関東地方、特に下付お及び、日立との濃密な文化交流も考慮される。桜井古墳群は、新田川に沿って東西に調強な形に広がり、桜井古墳を含む、東側の上渋沢市群と西側の 高県庁子群とに大別される。桜井古墳は両子群のほぼ中央に位置しており、変年上も古墳群の中で最も古い年代が想定されている。上渋沢市群は前方後方墳1基、後墳1基、円墳9基、土工墓1基で構成される。高県庁子群は広がりとしては上渋沢市群の半分以下の範囲でしかないが、前方後方墳1基、円墳20基、 豊墳一基、土工母五基で構成され、古墳の数では上渋佐市群を上回っている。漁師群の間には杉林が広がっている。上渋佐市群七号墳は一辺27.5メートル、高さ3.3メートルの豊墳である。豊墳としては東北地方でも規模の大きい部類に属する。1999年に発掘調査が行われた。就校は、 全体的に不整形をなし、紛糾の平坦面の真下に墓穴が2段で掘り込まれている。この蓄生法は北陸地方の前期古墳に特徴的であり、墓穴に収められた棺は板材を組み合わせた箱型の組み合わせ式木管で、その両端で白色粘土化を確認している。棺の中からは銅鏡が布に包まれた状態で出土している。年代的には、 桜井古墳群の中では一号墳と共に最古の部類に属しており、上述の調査結果は未調査の一号墳主体部の様子を示唆するものとも言われる。東北地方の古墳では、東京の出土例は他に類例が少ないところから、2000年には市の指定史跡になっている。なお、1999年には上渋沢市、群二号墳、三号墳、十三号墳の調査も、 行われている。上渋佐市、群二号墳は、一号墳の前方部のすぐ西、上渋佐市群の西端にあり小道20メートルの、円墳である。墳町には、先竹形木館と推定される痕跡がある。五世紀の築造と考えられる。1994年、当時の原町市は、貴重な文化財を後世まで保存し、市民の憩いの場として活用しようと、 桜井古墳保全整備事業に着手した。桜井古墳は発掘調査の結果をもとに前方部は無断、後方部を3段に復元した。この際、作兵を受けた後方部南端部分も復元されている。周辺の古墳群も保存整備を加え、福島県内初の本格的な史跡公園、桜井古墳公園が完成した。2003年5月18日、 原町市政志向50周年記念事業の一つとして、公園の開園式が行われた。なお、この日は、道古墳公園を起点として、歴史愛好家が市内の文化財を散策する文化財、ウォークラリーや、邦楽コンサートなどの行事も催された。駐車場の一角に設けられた管理棟には、コンピューターグラフィックスによる古墳の解説ビデオや、 文化財学習のための映像設備が設けられている。郵便番号975-0034福島県南相馬市原町区条渋沢座原畑。ありがとうございます。